前回、副会長ということで進めさせていただきました石井です、今日は最終例外だと思いますね。隣のお二人を見ましたら、石井さんが日本帰ってきてですね、挨拶をするのに、あ、そうかと思いましたんですけど、もう某 M さんとですね、飲みすぎまして、本当は各相手を持ってくればよかったんですけど、何にもないところで、ちょっと私の性格なんですね、一斉に会長とは私が、ざっくりなところで、1年間、まず22年、私も経ってしまったんですね。で、22年前に入った時に、このバスとですね、3分の2の方がいないと。で、今日も見ますとですね、若い方がですね、もうバリバリやってらっしゃる。で、昨年の4月頃、4、5ヶ月頃はですね、もう大学の4人が上の状況に集まりましてですね、やってた足をしようということで、今も中村さんとしてですね、中村さんとしてやってたことがあるというのも1年間続いてしまいました。でその時も、会長からですね、なんか会長やってよって言われたんですけど、まあ、ちょっと、いろいろ体の調子もあるし、仕事もうまくいかないし、なかなか出てこらないから、いいよいいよ、なんか左人でも何でもいいから協力するから、いいんだよと、理事会にですね、座っててくれれば、それで十分だよと、言われて、1年間受けてしまったんですけど、まあ、お役に立つかどうかわからないです。ただ、先ほどもですね、石崎年度が、私が指導力で、行かなかったことが、ね、しすぎですよ。なんかその足を引っ張ったら、私本人だと思いましてですね、非常に石崎会長には申し訳ないなと思っております。それからですね、1年間、こういう三役をやらせていただきますと、前で座ってますと、皆さんの顔がよく見えるんですね。で、前もよく言われてたんですけど、例会の時とか、蓄えの時に皆さんが、まあ、これは楽しいことなんでしょう。お話が盛り上がった方、何人かいらしたんですけど、今年っていうか、今年はですね、本当に静かで、蓄えをしている方は、本当に気持ちよかったんじゃないかなと、本当に思います。まあ、これは何人かの方がね、お聞きしてて、静かにしようという話が徹底されたいいケースではないかなと思っています。至らなかった2人ですけども、須崎会長をね、須崎会長にしてですね、自分は今年で大体休みましたんで、この、会長会長が非常に1年間ご迷惑かけました。今度は私ども1年間、ラスボスさんをこの最後の会話と思います。皆様のおかげでございます。どうもありがとうございました。